です。今日は花関椒について解説していきます。この花は夏の花でして、まあ、真夏、本当に梅雨明けぐらいから本当夏の盛りに涼しげな白い花を咲かせてくれる植物です。では分類から見ていきます。分類としてはユリ科千島関椒属ということになります。この千島関椒属というのが世界中に、まあ、北半球に20種類約ありまして、その中の4種類が日本にあると言われています。で、4種類のうちですね、まあ、大別しますと千島関椒と花関椒っていうのに分かれます。で、千島関椒っていうのは基本的には日本でも、高山帯とか北海道とかそういう寒いところに自生しているグループですね。で、花関椒、今回説明する花関椒についてはこれは関東より南側の自生地とされてます。そして昔の本とかちょっと 何冊か本調べるとケイビランなんかも、千島関椒属とかユリ科に分類されてることあるんですけども、多分最近のメジャーな分類体系だと木地隠し科になってると思います。これは植物の分類が一体系じゃないんですね。複数体系ありまして、本によったり専門家によったりそのどっちの分類法を取るかというのが違いがあるので、まあ、調べる資料によってこのケイビランとかの扱いは違ってくると思います。で、今回はこの花関椒ですねについて説明していきますね。まあ、栽培のポイントっていうのが、まあ、この花関椒非常に丈夫な植物でして、基本的に殺す殺さない生きる死ぬの話するんであれば一年中可能、いつ植え付けても、問題ありません。株分けもいつやっても問題はありません。まあ、避けるんだったら真夏の本当に30度40度になるときはやめた方がいいかなぐらいでして、まあ、基本的にはもういつでも可能です。ただ一番のベストの時期はやっぱし冬の間は植物は休眠状態、まあ、常緑で葉っぱは残ってるんですが、まあ、休眠状態だと言われてるので、休眠から覚めて動き出したくらいの時期にやるのが、まあ、一番効率的でいいというふうにされてますね。それで植える時なんですけど、別にこの植物は難しく考えることはないんですが、植える時にね傷んだ葉をカットしてあげた方がまあ綺麗に育ちますと。で、ここにうちにある3種類の関椒をこう写真出したんですが、どの葉っぱも古い葉っぱの葉先からこう焼けて傷んでいくんですね。これはまあ常緑の植物の場合古い葉っぱから傷んでいくのはしょうがないんですが、まあ、春先に植え込んだり植え替えたり株分けするんであれば、その時にもうこういう葉っぱ切っちゃって構わないですね。春先目に見えないようなちっちゃいもう今年伸びる葉っぱっていうのがこの株元にはもうできているので、それが生育期になればぐんぐん伸びますので、まあ、綺麗に育てたければ植え替え時に傷んだ葉っぱ取っちゃって構いませんね。で、置き場所は基本的に半日陰です。で、水やりはたっぷりやりましょうっていうことですね。で、自生地の環境が、まあ、湿った草原とか湿った岩場って書いてあるので、やっぱし水分がなくなるような環境は好ましくないと思いますので、水持ちの良い用土、まあ一般的に売ってんだったら赤玉とか、山荘屋だと鹿沼土も使っちゃうんですけども、で、丁寧なやり方してた昔の方は水苔入れた方がいいよとか、まあそういう情報もありますね。で、肥料はまあ一般的な山野草、夏の山野草を見たく、元肥をマグアンプですね、一般的に植え込み時に入れまして、その後植物が動き始めたら、まあ、置き肥をしてあげるか、または定期的に液肥をして成長させてあげるっていうことになります。で、病害虫でちょっと病気の方はあんまり記憶にないんですが、
虫には結構食べられます。虫の食害が葉っぱによく確認できますので、まあ、殺虫剤みたいな成分入ったこういうスプレーはいつも通り使ってればいいかなと思いますね。で、増殖は株分けです。これも元肥しっかり入れてあげて、補気肥とか液肥とかでしっかり成長を促してあげると1年でまあどんくらいですかね、3倍ぐらい脇芽が増えるので、それを利用して株分けして増やすって感じですね。そしてここ今うちにある石菖の写真出したんですけども、石菖自体は日本に多分私が知ってるだけで4種類ぐらいあるので、多分もっと他にあると思うんですが、ほとんどが品種的な明確な差がそんなにないですね。まあちょっと何が違うかって比べて分かるところで言えば、この花房の花のつき方の感覚密度がまあ違うっていうのはあるんですが、なのでまあ品種的に言えばまあ同じもので地方種っていう考え方の方がいいのかなと思いますね。で、花の咲き方は基本的にこの花房の下の方から上に向かって咲いてきます。まあどの花関椒もそうですね。ただこれ正気って読むんですが、正気花関椒だけは他の関椒と比べて明確に違いが分かると思います。葉っぱが太くて硬くて短い、そして花茎が太くて硬くて直立するんですね。他の花関椒って大概こう葉っぱが柔らかくて長くて細くて、花茎も細くて花が咲く頃にはこうしだれるんですね、花茎が。で、特にこの黒髪花関椒に関しては葉っぱも花茎もこうしだれるような、経験的なイメージがあります。それに比べると正気花関椒はもう葉っぱもピンピンまっすぐ伸びますし、花房もまっすぐ直立します。まあこの辺でも全然葉っぱ触っただけでも全然違うので、これだけがちょっと特徴的な花関椒になります。で、花関椒の花ってまあこう下から順次咲いていくので、結構花の期間としては長いです。多分1月以上1月半とか満開状態を楽しめると思います。で、その上この花関椒の特徴としては、花が1月半ぐらい満開だった後に花は終わるんですが、その後花の姿のまんま、この姿のまんまドライフラワー状でまあ秋口冬までですね、冬まで残るのが面白いんですよね。自然にドライフラワーになるようなイメージです。そういう意味でドライフラワーとして使ってもらうのもいいんじゃないかなと思います。まあ、当然夏の涼しげな花なので、切り花、お茶花に、ぜひ使ってもらいたい、もう可愛らしい花なんですよね。これ黒髪花関椒の花のアップなんですけども、本当にこう星型のちっちゃい花がねたくさん、順次咲いてって面白い植物ですね。今日はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。